川内大綱引きは、鹿児島県薩摩仙台市で、毎年秋分の日の前日に開催される祭事、綱引き行事。鹿児島県の民族文化財。1600年、島津家が関ヶ原の戦いに向けて、兵士の士気を向上させるため行われたと言われる。2006年に、鹿児島県の民族文化財に指定された。 1999年に400年祭記念行事が行われ、2009年には410年祭が行われている。砂は開催当日の朝から約7時間かけて作られる。長さ400メートルもの藁縄を365本もない、一度120本に束ねられたものをさらに3束、寄り合わせられる。長さは365メートルにもなり、重さは7トンになる。 実施場所は年によって変わり、川内側に架か,かる太平橋を境に、国道3号熊本方面が、大正寺町側、鹿児島方面が、向田側と分けて実施される。3年を周期として向、向田、向田、大正路という順番で行われる。上方と下方に分かれて行われ、太鼓隊、引き隊、押し体、技がかりから構成される。一番太鼓、大正。 星大将の三役が舞台を統括する。主催は、川内大綱引き保存会、主幹は、川内大綱引き実行委員会である。8月16日に開催される、川内商工会議所主催の川内川花火大会、11月初旬に開催される、薩摩仙台市主催の薩摩仙台繁や祭りと合わせて、川内三大祭りと呼ばれている。 使用されていた実物の綱は2010年5月、現在、川内駅のエントランスホールに飾られている。ありがとうございます。